どうも、しおみんです。ですね、今日はですね、今亀岡で卵かけご飯を食べておりました。で、本来の目的はですね、今日、舞鶴まで行ってですね、レトロ自販機のドライブインだるまっていうところがありまして、そちらにね、行ってみたいと思っております。それでは道中もちょっとね、撮影しながら行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、はい、423号線をですね、北上しております。すごい今日いい天気ですね。はい、絶好のドライブ日和って感じでございます。もっとね、早く起きてればですね、自転車のビワイチ行こうと思ってたんですけど、起きたら7時ぐらいだったんで、ちょっと予定を切り替えてみました。はい、それではですね、ぼちぼち行きたいと思います。はい、亀岡向けて今9号線でございます。9号線をですね、福知山方面に向かっております。相変わらずいい天気でございます。秋晴れでございますね。それではどんどん行きます。はい、どうも、舞鶴市内の方にもうすぐ入る感じでございますね。はい、今12時過ぎぐらいですかね。舞鶴の方に到着しました。懐かしいな、西舞鶴駅。はい、今ですね、はい、もうすぐ着きます。
でですね、ドライブインだるま来てみました。すごいね、レトロですね。はい、ちょっとハンバーガー食べたらちょっとお腹いっぱいになったんでですね、うどんかラーメンが食べようと思ったんですけどやめときました。はい、ということでですね、いい天気の元ですね、ドライブがてらですね、舞鶴まで来てみましたという動画でございました。じゃあまた違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。